こんにちは。今日はチューリップの編み方を紹介します。はい、こんな感じになっています。今からね、春になってチューリップの季節になりますので、ぜひね試していただけたらいいかなと思います。はい、こちらの編み方を紹介します。そして、これはお花のバージョンですね。でこちらの方はヘアゴムをね、作りましたので、こちらの方と、2パターンを紹介したいと思います。材料の紹介です。お花の方は100円ショップのダイソーさんで購入しました。アクリル毛糸の波太、こちらの糸を使いたいと思います。土台の糸と、もし色をこう、ね、さっきの方色を変えるようでしたら2種類いりますね。こちらの方とちょっと 色を変えるのに濃淡のピンクを使いたいと思います。そして葉っぱの方ですけれど、緑の糸ですね。波太がちょっと手元にありませんでしたので、中細、アクリルの中細の2本取りで、やっていきたいと思います。はい、波太があるようでしたら波太毛糸で、いいと思います。そして、この葉っぱの中ですね、ここにワイヤーが入っています。と見えるでしょうかね。ここね、これとかこの軸の方にもワイヤーが入っています。こちらのワイヤーはこういうアルミ線という形で売られています。ホームセンターに売っている分ですね。これでもいいですし、100円ショップでアルミ線、シルバーとかが売られていると思いますけれど、それでもいいと思います。これにこのままでしたらちょっと色がね、ここからこう目立ちますので、これを隠すためにこの、お花のねアレンジなどに使われるフローラーテープっていうのね、これを巻きたいと思います。今このテープね、100円ショップでも売られています。こんな感じ、はい、でこれを、ワイヤーに巻いていくと、こういう形になって、毛糸で編んでもここからね見えないようになりますので、便利だなと思います。そしてワイヤーを切るのに、ベンチがありますね。そして、使用のかぎ針ですけれど、ここに書かれている、5号から6号ってなっていますので、今日は、6号のかぎ針を使って編みたいと思います。でこちらの小さい方ですね、髪留めの方は中細毛糸を2本取りにして編みました。でこちらはウールが入っていますので、こう2本取りにしても波太まではいかない、ちょっとね細いですので、かぎ針の方は4号で編みました。4号、はい、この形で2種類やっていきたいと思います。はい、そしたら編み図の方で紹介します。はい、最初にお花の方からいきますね。輪の作り目をします。そして、1目鎖で立ち上がって細編みを6目編みます。そして、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。そして立ち上がりを、入れて2段目に行きます。2段目はこの1段目で、6目細編みを編んだ、それぞれに2目ずつ入れていって、増し目にします。1つの細編みに2回入れていきます。なので、目の数が12目になります。はい、そして、最初の細編みの頭に引き抜き編みをして3段目に行きます。立ち上がりを入れて、次は1目おきに、増し目をしていきます。最初の目は普通に細編みを編みます。次の目で増し目にします。普通に編んで増し目、普通に編んで増し目というふうに増し目をしますので、6目増えることになります。なので全部で18目になります。次は4段目、4段目からは増減なしで18目のままで編んでいきます。4段5段6、7、8、9まで編みますけれど、色を変える場合は9段目で色を変えるようになります。はい、そしたらお花の方ね、先編んでいきたいと思います。はい、そしたら実際に編んでいきたいと思います。はい、糸端、こちらがね、糸端の方を、20センチぐらい残しておきます。はい、そして
こっちが糸玉につながっている方ですね。人差し指に1回巻いて、バッテンになったところを外して輪っかにしますね。で、輪っかの中から針を入れて引っ掛けて取ってきます、はい、これが最初の編む体勢になります。立ち上がり鎖を1目編みます。そしてこの輪の中に細編みを6回編みます。細編みは、針を入れて引っ掛けてきて、糸をかけて2本とも抜きますね。細編みを1、2、3、4、5、6、はい、6回編んだらこちらの端を少し引っ張って穴を閉めます。ギュッと閉めないようにしてくださいね。まだここね、穴が開いてる状態にしておきます、ここにあのワイヤーがね入りますので、こんな感じにします、はい、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします、はい、そして引き抜き編みでできたこの目に、間違って入れないようにこの目を小さくしておきます。針をこうクッグッと締めて小さくする、またはこの向こう側の糸を引っ張ってこちらの、今の引き抜き編みでできた目を小さくしておきます、はい、で次は2段目になります、はい、立ち上がりを1目入れますね。鎖編みです。そして1、2、3、4、5、6、6目ある中にそれぞれ2目ずつ細編みを入れていきます、はい、細編みを1つの穴に2回入れていきます。次の目にも2回入れます。最後の、6目目になりますので、2回細編みを入れて、最初の細編みの頭、こちらの方に引き抜き編みをします。よいしょ、はい、これでまたこの、引き抜き編みでできた目をぐっと引っ張って小さくしておきます。ここね、分からなくなりましたよね。そしたら、目の数が12目になっています。ここからですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12になっていることを確認してください、はい、次3段目に行きます、はい、鎖編み1回で立ち上がりをします。3段目は1目おきに増し目をします。最初の目は増し目をせずに普通に細編みを根元から1回編みます、はい、次の目に増し目をしますので2回細編みを編みます。次は1目1回ですね、はい、次が2回次が1回、次が2回1回最後は2回で終わることになります、はい、ぐるっと回ったら最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。そして引き抜き編みでできたこの目をまた小さくしておきます、はい、これで3段目が編めました。3段目が編めた時点で、目の数が18目になっています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18ですね。これが引き抜き編みの目です、はい、そしたら次4段目からは増減なし増し目をせずにこのまま18目のまま編んでいきます。立ち上がりを1回入れて根元から1になりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
28がここですね、はい、1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜き編みをして4段目を終わります。こういう感じになりますね、はい、ここから、あと4段、この同じ色で編んでいってください。はい、そうしましたら、これで8段目まで編めました。ここから色を変えたいと思います。はい、これが8段目の最後で、最初の細編みの頭に引き抜くんですけれど、ここで糸を変えますので、はい、入れて変える糸を引っ掛けて出してきますね。そして次はこの糸を編みますので、もうこちらの糸は入れませんのでカットをします。ぐっと引き締めておいて、で、ここでこの色を変えた糸とこれを結んでおくとね、安心だと思います。はい、こんな感じで、はい、次9段目を編みたいと思いますので、1目立ち上がりを入れて、はい、この色で1周回ります。はい、根元から1、2、3、4、9、7、18、はい、これで最後ですね。で、最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、はい、おしまいになります。はい、この糸は、この閉じる処理をしますので、少し長い目に残してカットをして糸を、ね、抜いておきます。こういう形のものを作っておきます。はい、そしたら次に、クッキーですね、こちらの方を編んでこの中に入れるようにしますので、ワイヤーを20センチにカットします。まあ、お好みでね、いいですので、今回は20センチとしておきます。それにこのフローラーテープをね、巻きます。これは、こう引っ張っ、こっと引っ張るとここにね、糊が出ますので、こう引っ張りながらこよりを作る感じで、こうね、くるくると斜めに巻いていきます。こっと引っ張りながら引っ張って巻いていくようにするといいと思います。はい、そしてちぎってなじませておきますね。はい、こういう形のものを作ります。茎を作っていきます。はい、こちらの方はね、ちょっと2本取りします、2本取りにしますけれど、1本の並太の糸でいいと思います。はい、編み出しの、作り目をしますね。これにこれを、くぐらせながら編んでいきます。このように持ちますね。こっちがワイヤーですね。で、こちらへ回して鎖編みをします。はい、でこちらの方に鎖編みをします。で、こっちへやって鎖編み、でこのまま鎖編み、こちらへ針を渡して鎖編み、こっちで鎖編み、こういう形で、ワイヤーをくるみながら編んでいきます。目数の方はまあ大体30目ぐらいでいいと思います。こういう感じでワイヤーをくるんでいきます。はい、そして適当な長さになりましたら糸をカットしておきます。で、抜きますね。はい、こういうのを作ります。ワイヤー見えてるんですけれど、テープを巻きましたので目立たないと思います。これを今からお花に仕立てていきたいと思いますので、今編んだものを一度ひっくり返します。こんな感じになってますね。で、この穴からかぎ針を通してこの糸を引っ掛けてここへ出しておきます。裏側ですね。そしてこの針金の穴の
中に入れて、こっちのね、裏側に出してきます。先は3センチぐらいは、編まない状態の針金だけが出ている状態にします。このね、編んでる部分まで出さないようにします。そして、この穴をグッと締めて、こちらの方を、ちょっと補強をね、しておきたいと思いますので、よいしょ。一周ね、ここ回っておきます。回って、そしてこの、茎の、緑の糸と結んでおきます。はい。そしてここね、ワイヤーが出ていますので、ここに今から、綿をね、詰めていきたいと思います。はい、材料のところで綿の紹介しませんでしたけれど、化繊のね、こういう綿がいります。で、このワイヤーが出ているところにこの綿をこう引っ掛けます。よいしょ。そしてこのワイヤーの周りに綿を回すようにして、ちょっとこの辺のものでうまく回し込んで、そして繰り返します。表に戻しますね。ワイヤーがこの、周りに出ていないことをね、確認してください。で、こういう糸端はもう中に入れてしまって、一緒にね、綿の一部としたらいいと思います。そして、お好みの、硬さになるまで綿を入れます。こういう形になりましたら、ここにとじ針に通して、今ここから出ていますね。これを半分に折ります。こういうふうにしますね。そしてここへ針を出します。はい、もう一度ここから向こう側に出すようにします。こういう感じにします。次はここへ出します。こちらの方から中を通って、この端の目に針を入れます。こうなりますね。はい、次はここから出ているのをここからすくいます。はい、端に糸を、針をやって、次はここ先ほどくぐらしている糸の下を通る、ね、渡している下を通って今出ているところに針を出します。はい、そしてギュッと絞るとこういう感じになります。はい、もう一回しておきます。ここに出して、こちらの方へ出す。こういう感じですね。ギュッと絞るとお花の、先端の部分になりますので、こんな感じに絞ります。はい、この糸端はもう適当に、あとは、回して、抜けないように同じ色のところをね、通って方は、以前に、布のチューリップね、こういう、チューリップの作り方を紹介しているんですけれど、これのここのやり方とね、一緒になります。これね、これも可愛いですよね。はい、はい、こちらの方の、編んだチューリップもまた可愛いと思います。はい、これで、お花軸に通った状態の、お花ができたことになります。次はこれ、葉っぱの方を編んでいきたいと思います。葉っぱは、
先ほど茎でやったように、ワイヤーに鎖編みを巻きつけながらここまで編みますね。30目編みます。そして鎖を1目編んで、そして引き抜き編みを2目、細編みを3目、中長編みを4目、長編みを4目、長々編みを4目、そして、ここまでいったら今度は目を小さくしていきますので、長編み4目、中長編み4目、細編み3目、引き抜き編みを2目して、そして鎖を1目編んで反対側に折り返します。引き抜き編みを2回して、細編み3目、中長4目、長編み4目、でこちらで編んだ反対側も同じように編んでいくことになります。そしてずっと同じように編んで、鎖ですね、一つ編んだ鎖編みに引き抜き編みをして終わりになります。ここから始まって、こういって葉っぱの半分を編んで、編んで、でここで終わりという形になります。で大きいのが、鎖編みを30目編みました。小さい方の、葉っぱは鎖編みを20目編んで、こちらの方は、少し、減らして加減をしていますね。こっちは1目鎖を編んで、引き抜き編みを1回して、ね、大きい方は3目ですけど、小さい方は2目にして、で中長編み2目、長編み3目、長々編みが4目、長編み3目、中長編み2目、細編み2目、引き抜き編み1回、そして鎖を編んで、またこちらへ折り返すという形で、大小2枚の葉っぱをね、作って組み合わせていきます。はい、そしたら葉っぱを編んでいきますね。これ大きい方。はい、こんな感じで、20センチのワイヤーに、テープを巻いた状態にしています。ここに、こう少し曲げて、こういう形にしておきます。抜けないようにね、先っちょを曲げておきます。こんな感じです。こうね、はい、そしたらここへ、鎖編みを巻きつけていきます。はい、そしたら葉っぱを編みますね。はい、編み始めは少し、長くしておきます。そして編み始めの鎖を1個作ります。そしてこのワイヤーをこういう感じで持ちますね。はい、そしてこっちから鎖を1回、そしてこちらへ回しながら1回編んで、ワイヤーをくるむようにして編んでいきます。鎖編みを30目編みます。28、29、はい、これで30目編んだことになります。こっちで終わってる状態です。はい、そして1目鎖編みをここで編んで、今のこの30目目の鎖に引き抜き編みをします。はい、次の鎖、ね、ちょっと目が分かりづらいですけれど、ジグザグになっているのでね、ちょっと見にくいですけれど、次の鎖編みにも引き抜き編みをします。はい、次の目は細編みを編みます。ワイヤーがねあるのでちょっと編みにくいと思いますけれど、細編みを編みます。取る目は鎖のこの一目だけを取りますね。細編みを3回。はい、3回編んだら次は、中長編みを4回編みます。ワイヤーはね、まっすぐの状態だと編みにくいですので、こうやりやすいように曲げながらね、編んでいったらいいと思います。はい、中長編みです。かけて、全部抜きますね。1回、2回、
中長編みを4目編みました。次は長編みです。裏はこんな感じになってます。はい、次は長編みを4回編みます。かけて次の目ですね。次の鎖編みの目に長編みを1回、次の目に2、4ですね。次は長々編みを4回編みます。長々編み2回かけて、そして入れて取ってきて2回ずつ外していきます。1回、3回、4回。4回編んだら次は長編みですね。長編みを4回編みます。はい、次は中長編みを4回編みます。1、2、3、4。次は細編みを3回編みます。1、2、3。はい、そして引き抜き編みを2回編みます。ここと最後ですね。ちょっと分かりにくいですけど、ここに引き抜いて、そして折り返すんですけれど、折り返す時に1目鎖を編みます。そして今折り返しますね。上に糸を回して、最初は引き抜き編みを1目編みます。よいしょ。はい、もう1目引き抜き編みを編みます。入れて、もう穴開いてるところで大丈夫ですので取ってきますね。次は細編みです。ここね、1回、2回、3回。ここを編むときは後ろのワイヤーもくるみながら編みます。次は中長編みですね。この穴開いてるところですね。ここに中長編みを1回、2回、4回。はい、長編みを1
回、2回、3回、4回、で次は長々編みを4回、3、4、4、はい、次は長編みを4回、1、2、3、4、中長編みを4、1、2、3、4、細編みを3、1、2、3、そして引き抜き編みを2回、2回編んで、そして最初っていうか曲がっているところの鎖の目に引き抜き編みをしておしまいになります。はい、そしたら糸をカットします。はい、こんな感じになってます。で、ワイヤー出てますので、こちらの、足の方からちょっと引っ張って、はい、こんな感じになりますね、はい、そしたらこの糸の始末をします、はい、ここのね、この辺をあの適当なところへくぐらせて、こういう感じにして、そして後ろで糸処理をします。後ろに回して、あんまりこれをこう引っ張りすぎるとペコッとなりますので、感じで引っ張って、あとは適当にくぐらせてカットします。でこんな感じでも形はワイヤーが入っていますので、いろんなね形に変えることができますね。はい、そうしましたら、こちらの方が、できた分ですね。これに葉っぱをつけて組み立てていきたいと思います。今編んだ葉っぱがこちらになりますね。そしてもう一枚小さい葉っぱを編みます。でこの分を、組んでいくんですけれども、あの形はね、お好みでいいと思いますので、こういう感じで葉っぱの、短いと長いを
感じでね、組み合わせていったらいいと思います。ここの部分ですね、ワイヤーの方と毛糸がね、こういう感じになっていますので、もうこれで毛糸でぐるっと結びつけていくような感じですね。そしてこの時にボンドをつけながら巻いていけばいいと思います。こういう感じでボンドをつけて、残ってる毛糸をぐる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 巻きつけていく、または、テープですね、先ほど、この土台に巻きつけたテープがありますね、フローラーテープを巻いて仕上げる方法もありますので、これをこの根元のところですね、ここに巻いて仕上げていきます。こんな感じにして、そしてカットをしていたらいいと思います。とここにね、テープがこう出ているのが気になるなと思ったら、毛糸でぐるぐるっと巻きつけて、こういう形にすると馴染むのかなと思います。ここはもう好みですので、どんな形ででも組み合わせていけたらいいのかなと思います。はい、こういう形でお花の方がおしまいになりますね。こういう風に組み合わせて花瓶なんかに飾っていると可愛いと思います。そしてもう一つは、ヘアゴムにする方法ですけれど、こういう感じですね。これが1個、そしてこちらの方は2個をね、つけてます。これのやり方の方を紹介します。ゴムの方はもう自由でいいです。長さの方ね、これは18センチにしています。お好みにしてくださいね。そしてここの部分ですね、これを肩結びにしてギュッと取れないようにしっかり結んでおきます。はい、こんな感じにしますね。そして、これが、2本取りにして4号針で編みました。はい、これを同じようにこうひっくり返して、穴のね、ちょっと周りを補強しておきます。今ここから出ていますので、もう一回こちらの方をぐるっと回していきたいと思います。ここに針を通していって一周回っておきます。こんな感じで回して、はい、補強をねしました。そして、ゴムを通します。はい、こっちが今裏になっています。はい、なのでここね、こっち内側が今表です。表側からかぎ針を刺して、このゴムのこちら側ね、結び目ではない方を引っ掛けて、ね、今表側に出しています。ひっくり返していますので、こっちが表になっています。はい、裏にこれが出ている状態ですね。そしたらここに綿を入れます。はい、綿を今出ているこのゴムの周りに巻きつけるような感じにしますね。そしてこの糸でちょっとね、押さえていってあげたら落ち着くかなと思います。で、糸処理をここでしておきます。そしてこれをひっくり返します。糸端も全部もう入れてしまって大丈夫です。はい、こういう感じにしますね。そしてお好みでもう少し綿を足します。はい、綿を足したら、先ほどと同じようにこちらの糸をとじ針に通してお花の形に仕上げていきます。綿をぐっとね、中に入れて、今出ているのがここですので、これを半分にこう折りますね。はい、で、綿が出ないように気をつけて、向こう側を真ん中ですね、真ん中のところに通します。2回ね、2回通して、はい、そして次はここからこの端ですね、端に通します。通したら反対側、こちらの方に出してきて、こ
この端に行くときにこの下を通るようにします。そしてキュッと引っ張るとこの口がね、お鼻が閉じますので、こういう形にします。もう一回これね通しておきます。そしてキュッと締めて、お好みでここにねビーズをつけても可愛いと思います。こういう感じですね。ここの、ここにねビーズがついても可愛いと思いますので、そちらの方は自由になさってください。そしたらあと糸処理をします。ちょっと返し縫いをするような形で目立たないところへ通して、はい、適当に出してきて糸を切りますね。これで一つバージョンになりますね。でもう一つつけたい時ですね。もう一つつけるのはこちらの方を同じように編んでおいて、そしてここの、穴の補強をしておきますね。ここはもうギュッと閉じといて大丈夫ですので、ゴムが直接通りませんので、ここに穴をね閉じるような、閉じるようにします、はい、そしてこの糸で縫い付けていくようになります。こちらの方にね、なのでこうこれを表に出しておきます、はい、そしてこっちを表にひっくり返して、そしてこの中に綿を入れて形を作りますね。形を作って半分に折って、でここからこれ見にくいですけどね、こうして下をくぐらせて、こういう形のもう出来上がったものをね用意します。そしてここの穴から出ている糸でゴムの方に留め付けていきます。こちらの方ですね、引っ掛けてもう適当にゴムにこうね通して、ゴムにね、3回ぐらい巻いておきましょうかね。3回ぐらいくぐらせて、そしてこれはこの辺からどこでもいいですので、離れたところに出してこうすくってこの穴に引っ掛けて、目立たないところで糸処理をして、そして糸を切っておきます、はい、こういう形でこれで、2つつけたバージョンがこうなりますね。でこっちの方はこう動きますので、こっちねこれ動きますから、このままでこう止めるパターンでもいいですし、離した状態にしてこうくるっと回して、これを引っ掛けて、よいしょ、こういう形で引っ掛けて髪の毛にね留めるっていう方法でいいのかなと思います、はい、今日は、これからのお花チューリップですね、チューリップの、編み方を紹介しました。咲いてる状態の、チューリップ、そしてヘアゴムにする方法を紹介しました。2つバージョンと1つのバージョンと紹介しました。これからの季節ね、コットンとか、レース糸なんかでも小さく作っても可愛いと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。はい、ありがとうございました。